まあ、その、これが、サカンポドコモ。ちょっと読もうかな、というのかな。ストラディウムの下町の青年で、ニオリ泣きチーゼ。14歳。かっこチーゼ。能力あっても上に行けねえから怒ってるんじゃねえだろ。能力ねえやつも上にいるから怒ってる。チーゼ。うちの、だから、初期彼氏のイメージ。大抵のうちの最初の彼氏というか、このタイプがおる。常に、うちの周りに、もう一個うちの周りに、タイプですね。自然の、その、結局、子分だけど、年上のね、子分なんですよね。それが何か、あったあった。これね、あれ。見たことあるでしょ。何回もこれ言ってる。ストラディウムの声優。アツ、メル、エル、ミナ、16歳。アツ、メル、エル、ミナ。やらかかんな。絶望だ。えって思う。俺、2000年前の古代の王族の抹茶なんだってさ。抹茶？引き寄せ？なんでそりゃ？みたいな。引き寄せる恐怖を持ってしまった。あつめるエルミナ。やばそうだ。まあ、そう、ストラディウムっていうのは、ストラディウムセットはこれなんですけど、加藤直之先生によりますと、まあ、半分使っていい。それでもどこかわからないでしょ。好きでしょうし。許せるの体力の。これが、許せるの体力の。それをね、西の端、ここに、この、この、トンガタ、サザエみたいな。これがストラディウムです。で、これはまあ、スタジオです。ただね、この、最初のセットで二つ目のセットな、ラブナスエンド二つ目。三つ目がね、この三本作のストラディウムセットだったんですけどね。まあ、今三本作してないタイプもありますけど、これをね、買うか、すでに、中道茂先生のね、エレキギター聴いてしまって、こういうね、シナリオ、当時のイラストじゃないけどね。このシナリオいじりをしてて、ほんで結局大学行ったら、やっぱりゲームデザイナーになろうと思ってたんだけど、中道茂先生のギター聴いてしまったの。別にさ、特にうまくはなかったと思うけど、知らんけど、うまかったけど、そらすごい。びっくりしてエレキギターの音。で、それよりもね、この、こういうシナリオをいじってた時にですね、結局ミニオキートってんですよ。大塚文雄さんを中心に。それで、ところエレキギター聴いちゃったんですよ。あれ？心が晴れやかになった。そうだ、ロックを聴こうと思って、で、兄に聴いたんですね。で、兄が結局、いろんな音楽聴かせてくれたわけ。で、あ、かっこいいって、最初ね、ジャズ聴かせてもらってて。で、ジャズのね、レコードは最初に買った頃、それがまあ、アートブレイキングの、ウィントン・マルサリスはいないかな、割と新しい、マルサリス以降かな、の、かっこいいライブアルバム。それが最初に買った外国の、LP。最初に買った LP は、小林明さんの旅空夜空ですけどね。それは、見に行ったから言って、どこ行ったかな、南座やったかな、片座やったかな、見に行ったから。で、話しかけてもらいました。小林明さん。ただ、そのいきさつ言うたら、また、折に折に言います。で、結局、美空ひばり関係者っていうのが最初から分かってた。お互いに。ただ、うちその時ちょっとピンとこなくて。で、まあ、それはいいとして。兄に聞かせてもらった中で、まあ、結局、ロック？兄が好きやったローリングストーンズはちょっといまいちピンとこんかって。下手
手やなと思って、本当に。ビートルズも下手やなと思って。まあ、うち音楽なんかその時全然できなかったけど。だからこそみんな超えてたんかな。その前に、兄に、いろいろ聞かせてもらった時に、ジャズ聞いてみたら、こんな下手やなと思うやつ。嫌やったらジャズ聞いて。ジャズやったら下手もこともなくなって。ぜひうまいよ。で、アートブレーキ。ああ、これはすごいと思ってたけど、ただ、民謡を聴きながら、大塚文夫さんとか聴きながら、で、ギター。あ、かっこいいね。それ組み合わせたらかっこいいんじゃないって。なんか似てるんじゃない、ギターの音と民謡に。そうやね、ギターソロとめっちゃ民謡似てんねん。で、まあもちろんその、同じ民族やから、言うても。ね。ドック発明した人たち、ことごとく日本先人と同じ民族やから。白人である、黒人である。ドイツ系であれ、アフリカ系であれって意味よ。で、結局、ずっと惹かれていって。で、結局、ストラディウムのこのサウンド作、3点セットか。ね、ストラディウム編3点セット、ローズトゥロード、門倉直人先生のね、逆さまになってるかな。ね、これをね、買いたかったけど、ドック、兄はね、その、エリック・クラプトンが組んだバンドの、デレク・ドミノスのレーラー持ってたわけですけど、カセット、友達にダビングさせてもらった。それ聞いてびっくりして、うわ、何この曲って。これ、何個暴走族って。はぁって。あ、そんなに聞こえんの、うん、レイラのな。あの曲が。これ何個な、暴走族なんて。暴走族の集会の時って何人かも受けたけど言われて。あれ欲しい。レコードで欲しいと。アートブレーキみたいに。LP で欲しいと。あ、もちろん小林明さんも言ってたけどな。で、ストラディングセット。まあ、買えなかったっけ。情報は買ってあげることはできないとは言うんですよ。ごくつかに持ってたから。で、どっちかにしなさいって言われて。で、すっごいね、ね、まあ、レーダーが送られるのってこれですけどね。今は持ってるけど。しかし、その大学行ったら、ね、ゲームデザイナーになろうと思ってたから。あ、そんな黎明の時代ですよ。ね。何年も迷って、本当に。一生懸命考えて。両方できへんねんなーと思って。そりゃやなーと思って。ああーと思いながら、すっごく迷ったあげく、その、でも逃げた、あの、エレキギター、あれこそその人を救う音だと思って。エレキギターの音こそが人を救う音だと思ったの。音が。歌詞とかじゃないよ、音が。周波数が。で、レコードに行ったら、これや。なんか怖かってん、この絵。レイラってこんな顔なんちゃうか。え、いや、怖すぎるわ、と思って。でも、勝って、生きたからには買おうと思ってね、これ。勝ったんが、これ。こっち先買ってんねうち、レイラより。先にオールマンブラザーズマンの。めでたし、めでたしっていうか。